グワーはアメリカ合衆国バージニア州のヘビメタルバンド。グー、グオー、グオー、グオー、グワーなどといろいろな奏表記がなされているが、英語での発音により忠実なナ表記はグワーである。正確な単語の綴りはすべてが大文字である。1984年にバージニア州芸術大学での課題としてバンド結成。 1990年にアルバムスカムドックス・オブ・ザ・ユニバースにてデビュー。2014年1月11日に日本ツアーの開催が発表され、3月6日7日に大阪と東京で来日公演が行われた。ヘビーメタルの分野に入るが、パンク、スラッシュメタルやハードコアの影響が入っている。地球に迷い込んだ宇宙人、人間を殺し、 地球を制覇するのが目的。一年間の半分はアメリカ、カナダとヨーロッパでのツアーを行っている。ライブは90分から120分の長さ。クワーの曲とともに色々なキャラクターがステージに上がり、クワーと戦い処刑をされる。この際にグワーの捕虜とされている人間がクワーのお手伝いをする。実在の人物を模したキャラクターとしてはウサーマ・ビン・ラーディン。 サッターム・フセイン、マイケル・ジャクソン、アドルフ・ヒトラーなどがいる。また、クワーの敵と言われているキャラクターとの対戦もある。処刑が行われる時に、キャラクターから血が吹き上げ、観客に向けて吹きかけられる。ステージから10メートル範囲だとこの血がかかるため、クワーの処刑の血に染まりたいファンが多く、ステージに近いところに立つことが目的のファンが多い。 スリップノットやローディへの影響が有名。世紀末とコンサートなどでのエンターテインメントを比較されるが内容は異なる。カッコ内はキャラクターの本名コンサートではメンバー以外に人間、アドルフ・ヒトラー、マイケル・ジャクソンなどのキャラクターが登場。ありがとうございます。